A strange object was shot in the video at the 53rd mission on the ISS in 2017. Skeptics have determined that this ISS mission is bogus because of its object. However, I, Hiroshi Hayashi, decided that this video is genuine because exactly 4 years later, in May 2021, the exact same objects flying around in my room were shot in the video. ISS 第53回ミッション2017年で撮影された動画の中に奇妙な物体が撮影されていました。会議主義者の人たちはその物体を理由にこの ISS ミッションはインチキであると判断していますが、私林博士はこの動画は本物であると判断しました。なぜならそのちょうど4年後の2021年5月に全く同じものが私の部屋の中を飛び回っているのが撮影されていたからです。広志林、浜松シティ、ジャパン。2017年に行われました ISS 第53回ミッションの動画を今皆さんにご覧いただいています。でこの動画の中にですね、奇妙な物体が映り込んでいたというわけです。で会議主義者の人たちはですね、この物体を理由にしてですね、この ISS ミッションはインチキであると判断しているようです。またそういう趣旨でこの動画が作られていたようです。である方からですね、その動画を送っていただきました。つまり ISS ミッションはインチキであるというわけです。ところがですね、この物体と同じ物体が私の書斎の中を飛び回っていました。それをこれから皆さんにご覧いただきますが、左が ISS 内部で撮影された動画です。そして右がですね、2021年5月に私の部屋の中を飛び回った物体です。矢印のところから現れますから注意深くご覧ください。そしてこの両者をですね、比較してみます。左が2017年5月です。右が2021年5月です。比較していただくと分かりますように、全く同じものだということですね。でソクラテスの弁証法を借りるまでもなくですね、つまりはこの両者とも本物なのか、あるいは両者とも偽物なのかという選択に私たちは迫られるのではないでしょうか。左は2017年です。全く私は知りませんでした。そして右がですね、2021年です。私の動画の中に映り込んだということで、私にとっては全く疑いのない動画ということになります。つまり右がですね、私は本物であると確信していますので、同時に左も本物であるということになるわけですね。逆にですよ、左が偽物であるというならばですね、右が偽物ということになりまして、それはありえないということになります。
02は20と読みます。そうしますと、It was May 26th 2021. It was about 5 p.m. on Wednesday. In the 30-minute video diary, I was taking a self-video diary. A group of small UFOs were reflected more than 30 times. The UFOs reflected in this video diary are judged to be exactly the same ones as the UFOs reflected when I was taking a self-video diary on April the 14th, 2020. This video here shown was taken on May 26th, 2021.I hereby have made it possible for viewers to view the recorded video as it is, as a high-resolution version. I would be grateful if you could use this video as a reference for your study of UFOs, and I would be also grateful if you could see, verify, and judge with your own eyes.On that day on May 26, 2021, I reshot the video 3 times before shooting. The retaken videos are also recorded here as they are. In addition, the analysis video, etc. will be available after 53 minutes. Since the movement is so quick,to catch, if you cannot check the UFOs, I think you are advised to see this video after 53 minutes first. Thank you very much. と言ったかどうかという問題もありますけど、まあ、それはさてに横へ置いといてですね、そしてある場所へ来たらね、その、どこかの牧場の名前があったと。ね、何々牧場と書いてあったと。おお、あそこにあるの何々牧場か。そしたらその牧場の横にね、あ、新築の赤いね、2020年4月、その前には2020年10月その前には、に続いてですね、2021年5月、26日の私のビデオダイリーの中にまたまたこのような物体が映り込んでいました。まあ、最近いろいろなことが起きますけれども、証拠として皆さんにご覧いただけるのではないかという意味でね、それを皆さんに今ご覧いただいています。で、何箇所かこの日2021年の5月26日、ビデオナンバー01726ですね、の動画の中には、4箇所から5箇所、いろいろな、また UFO らしきものが映り込んでいました。で、今それをご覧いただいてますけども、この物体は私の手の手前を横切っているように見えますね。ということは、カメラに近いところを横切ったというふうに解釈して判断して良いのでしょうか。チューブからご覧ください。上から出てきましたね。で、髪の毛の手前を通って、さらにここで手と交差しますけども、手のですね、手前を通っているように見えますね。そして下の方に消えていくということです。で、この物体は何かということですけども、去る2020年の4月にですね、モニター画面の前を通り過ぎたあの物体と形、様子が大変よく似ていると思います。で、まあ、こうした物体が映り込んだわけですけども、もう一箇所皆さんにご覧いただきたいところがあります。というのはですね、やはりこうビデオカメラの中に映り込んでいるわけですけども、他の2、3箇所はですね、動きがものすごく速いのです。ですから、なんて言いますかね、1秒の何分の1かのスピードで
まあ、小さな、ね、小型の物体が通り過ぎたり、あるいは私の頭の向かって左側、右のところからですね、外に飛び出したりというところが、まあ、この日、このビデオの中に映り込み、見られました。で、これはですね、大変速くて小さいんですよね。今、下の方に降りていきました。これはどういうことなんでしょうか。先ほどの物体とはやや違うところはですね、何かしらこう、先ほどのはですね、ぼんやりとした煙のような感じがしますけども、これは何かしらこう金属的な小型の物体のような感じがします。10分の1のスローで皆さんにご覧いただきます。ここから出てきます。で、やはりこう左下の方に降りていくわけですけども、元のオリジナルの画像で、一切私の方で明度、コントラストなど手を加えていません。まあ、この動画はですね、記録用ということで、ハイクオリティ版でね、レンダリングかけて皆さんにお届けできるようにします。ですから皆さん自身でですね、まあ、検証していただければ結構です。で、ここだけと言いますかね、この日だけの、まあ、その動画だけですとね、まあ、ほこり、ゴミ、虫などいろいろ考えられますけども、去る2020年の4月、そして10月に起きた、そのいわゆる私の部屋で起きた UFO 事件と私は位置づけてますけども、それらの事件と比較していただくとですね、まあ、今、皆さんにご覧いただいている UFO もですね、その一部といいますか、仲間といいますかね、連続性を持った、つまりは UFO ということになるのではないでしょうか。まあ、皆さんの判断にお任せしますけどもね、まあ、一体これは何かということなんですけども、高解像度版ではありませんけども、ビデオのですね、私のビデオ日誌の01726の方ではですね、前編皆さんにご覧いただけるようにしてますから、まあ、興味のある方って言ったら失礼ですけども、関心のある方はですね、皆さん自身の目で検証していただきたいと思います。この動画はですね、ハイクオリティ版で皆さんにお届けしています。まあ、解像度が高いということですね。一部を拡大して検証してみます。10分の1スローで今ご覧いただいています。何かしらこう後ろの方に尾を引くように見えるところが気になります。しかもこの物体はですね、手の手前を通っているようにも見えるわけです。あるいは、まあ、前回のようにですね、私の体の中を通り抜けている感じもしないでもありません。そして下の方に消えていくということですね。で、もう一度ご覧いただきます。10分の1スローです。もう一度やってみます。この辺りで何かしらこう尾を引くような感じがしますが、注意深くご覧ください。ここですね、小さな尾を引いているような感じがします。もう一度やってみます。ここですね、スッと小さな、まあ、尾を引いているということですね。さらに2分の1にし、20分の1スローでご覧いただきます。今、空中止まってますね。それからこの辺りで
何かしらのポンポンポンとやはり尾を引く感じがします。そしてかすかですけども、やはり周りの空間が歪むような現象も見て取れるのではないでしょうか。注目ご覧ください。ポンポンポンとこう尾を引きながら、まあ2020年4月の UFO と大変様子がよく似ているということですね。もう一度やってみます。で、小さな物体の方についても拡大して皆さんにご覧いただきます。こちらの小型の方はですね、落ちていくと言いますか、飛んでいるというよりはですね、くるくると回転しているように見えますが、いかがでしょうか。くるくるっと回転して、回転しながら下へ落ちていくという感じがします。もう一度繰り返しますが、何かしらのこう透明感がある点にも注意してください。次に2020年4月に起きた UFO 事件の動画をつなげておきます。どうか参考にしてください。Strange objects were reflected in a video from 2:30 p.m. to 3 o'clock p.m. on April the 14th, 2020. Over 40 times, various large and small objects were reflected in the video. But that doesn't mean the case is over. It was the night of May the 18th, 2020.The time was around 8:20 p.m. Though I couldn't shoot a video this time, but when I was teaching mathematics to a high school student, my wife witnessed almost the same golf ball-sized object which was flying around in the hallway of the room. Moreover, at that time, I was showing the video shot.On April the 14th to the high school student. The high school student then said, When a white object slips through the electric dictionary, I can recognize the faint warping of the space around the object and fine part of light is scattered. So I, Hiroshi Hayashi, decided to re-examine the video.On this occasion. 2020年4月14日の午後2時30分から3時頃までの間、私の動画の中に奇妙な物体が映り込んでいました。40数回にわたってその動画の中に大小さまざまな物体が映り込んでいましたが、それで試験が終わったわけではありません。2020年5月18日の夜のことです。時刻は午後8時20分頃だったといいます。動画撮影はできませんでしたが、私が高校生に数学を教えている時のこと、その部屋の廊下でゴルフボール大の同じ物体が飛び回っているのを私の妻によって目撃されました。しかもその時、私はその高校生に今皆さんにここに見せている動画を見せていました。その高校生はその時こう言いました。白い物体が電子辞書を通り過ぎる時、かすかだがその物体の周辺に空間の歪みと細かい光の粉が飛び散っているのがわかると。そこで改めてその動画を再検証し直してみることにしました。広島市浜松シティジャパン。
今ご覧いただいているのがその中の物体の一つということになります。右上から左下の方に流れていくのが分かります。この物体はその下のですね、白い電子辞書の中を通り過ぎていくのが分かります。ここで消えて、そして再び側面で現れてきます。その側面から出てきた瞬間ですけども、その物体の後部ですね、その後に、光の粉が飛び散るのを皆さん注意深くご覧ください。モニターよりもですね、ノートパソコンの方が私の場合は綺麗に見えます。まあ、ともかくも今物体が入っていきますが、100分の1スローにしてみました。10分の1かける10分の1、さらに10分の1スローにしたというわけです。で、100分の1スローにしてですね、今辞書の中にその物体が入っていきますが、そして側面から出てきます。つまり通り抜けたということですね。そしてその後なんですけども、空間に歪みが生じていると、まあ、その高校生は言いました。確かにもやもやしていますし、その物体の後部にですね、今ここで何かしらポンとこう白い別の物体のようなものが現れた感じになっています。そしてその後なんですけども、その物体が通り過ぎた後にですね、細かい光の粉が散らばるのが分かります。注意深くご覧ください。これはですね、モニターを私のビデオカメラで撮影したものですからやや見えにくいですけども、もう一度元の画像をですね、この後につなげておきますから注意深くご覧ください。これは、まあ、その高校生が言うにはですね、空間の歪みではないかということなんですね。あるいは何か私たち人間にがですね、まあ、知る由もない未知のテクノロジーによるものかもしれませんということをですね、まあ、皆さんに知っていただきたく、この動画を再検証してみました。元のテーマですか、10分の1スローの方の動画でご覧ください。こちらの方が画像が鮮明に、まあ、見ることが画像をですね、鮮明に見ることができると私は思います。で、今この物体が左の下に消えていきますが、電子辞書に消えた直後に注意してください。注意深くご覧ください。ここですね、今バックしてみます。繰り返してみますが、この後ですね、この後その物体の後部にですね、細かい光の粉が、まあ、出るのが分かります。その部分を繰り返してみますから注意深くご覧ください。この物体は何かということですが、そしてこの物体から発生する光の粉は何か、なぜかということについては私には分かりません。がし、ともかくもこうした現象がですね、現実的に事実として起こっているということです。後の判断は皆さんにお任せします。
was around 3 p.m. on April the 14th, 2020. I was shooting a video diary published every day. I first found a very strange thing flying in the video. What the viewers are watching here is the video diary at that time. However, more than 10 of these strange things were reported by viewers to have been recorded in the video. Here are some of them. I determined that these objects to be ultra-small UFOs, because when I tried slowing down the reproduction speed, one of these objects seemed to rotate very quickly. Moreover, you can also see that these objects fly and slip through a cup and an electronic dictionary. These are UFOs, right? 2020年4月14日の午後3時ごろのことです。私がビデオ日誌を撮影していた時のことです。そのビデオの中に大変奇妙なものが映り込んでいるのが分かりました。視聴者の皆さんに見ていただいているのはその時のビデオ日誌ですが、こうしたものが10個以上も動画の中に記録されていました。ここではそれらの中からいくつかを選んで紹介します。私はこれらの物体は超小型の UFO であると判断しました。再現速度を遅くしてみると中には回転しているように見えるものもあったからです。またこの物体はコップや電子辞書をすり抜けて飛んでいるのがわかります。これらはまさに UFO ですよね。広し林、浜松シティ、ジャパン。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きているが、その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか
分からなくなる時があるというのも、この現実世界にしても光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はないが、そういう非現実の世界で私たちはそれを現実として生きている。そこに物がある、そこに物が見える、そこに音が聞こえる、そこに形があり、手で触れることができる、ぬくもりや冷たさを感じることもできる。さらに言えば、そこにあなたがいて、彼がいて、彼女がいる、そしてここに私がいる。その私は周りの人たちと心がつながっている。その心の中で私たちは生きている。確かに生きているが、それは本当に現実の世界なのか、それが現実なのか。生きているということは本当に現実なのか。億年の、そのまた億年の昔の間、私は無だった。あなたも彼も、そして彼女も、皆無だった。その無の私が光を受け、分子で組み立てられ、今ここにいる、生きている。悩み、苦しみ、もがき、笑い、楽しみ、喜びながら生きている。その私は現実なのか。そしてその私や彼や彼女は、やがて近い未来、再び無の世界へと戻っていく。光は消え、分子はバラバラになる。同時にこの世界、この宇宙、すべてが消える。消えてそこにあるのは永遠の無。億年の、そのまた億年の闇の淵となると、現実とは一体何なのか。現実の中の非現実、今皆さんが見ているのは現実の中の非現実。ありえない白い高級体が縦横無尽に飛び回っている。飛び回るだけではなく、モニター画面から飛び出し、電子辞書を横切る。音もなく、時には鋭い光を放ち、時にはぼんやりとしたもやに包まれ、そこに飛んでいる。これは現実なのか、それとも非現実なのか。現実世界における非現実なのか、それとも非現実世界における現実なのか。私たちの住む世界が現実世界であるとするなら、これらの物体はまさに非現実が、その非現実世界から見ると、この私たちの世界が非現実。光と分子の世界に生きている私たちの世界こそが非現実。あるいは私たちは、私たちの世界こそが現実と、そう錯覚しているだけなのか。もともと無の世界を現実と錯覚しているだけなのか。あるいは反対に、ひょっとしたら無の世界こそが実は現実なのか。だとするなら、一体この現実世界とは何なのか。今私たちが住んでいるこの世界は本当に現実なのか。現実と言い切ってよいのか。あるいはこの現実世界だけを見て、これが
現実と言い切ってよいのか、あるいはこうした現実世界における非現実現象はただ単なるテクノロジーによるものなのか。光と分子をあざ笑うかのように、光を無視し分子を無視し飛び回る。私の書斎の中を飛び回った高級体は、人間よりはるかに進化した生命体の乗り物なのか、それともそれ自体が生命体なのか。さらには未知なる世界からの来訪者なのか。そしてここに知るテクノロジーは、1万年10万年のはるか遠い未来、人間も手にすることができるテクノロジーなのか。つまり人間もいつか現実世界の中でこうした非現実世界を手にすることができるのか。がこうした非現実もやがて現実世界の中で消えていく。こうした非現実を見て最初は驚いた人も、やがてそれには驚かなくなる。非現実を現実世界の中に押し込めることによって、納得し安心し、そして忘れる。ただの超常現象だと。現実世界で非現実を認めることは、それ自体重苦しい。理解できないものを心に留めておくことは、それ自体が苦しい。だから人は現実世界における非現実を自ら遠ざける。私もそうだし、あなたもそうだ。彼もそうだし、彼女もそうだ。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きているが、その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか分からなくなる時がある。というのも、この現実世界にしても、光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はないが、そういう非現実の世界で私たちはそれを現実として生きている。私は私の動画の中に映り込んだ非現実的な高級体を見ながら、そんなことを考えた。現実とは何か、非現実とは何か、こちら側にいる私が現実なのか、それとも向こう側にいるその人が現実なのかと、あるいはこちら側にいる私たちこそが非現実なのかと、つまり私たちが現実と思っている世界は、本当に本当に現実なのかと。